ムーバー N504IS は日本電気製の NTT ドコモの第二、世代携帯電話端末である。本校では N504IS をベースにフェリカを搭載した試作機ムーバー N504IC についても解説する。N504I にカメラをつけ、さらに改良した NEC の 50X シリーズ初のカメラ付き携帯電話。 N504i よりも薄型のボディで、当時としては珍しく厚さ 20mm を切っていた。そして、よりかどばったデザインになっている。背面には、OCR 機能に対応した31万画素、CMOS カメラと、NEC 端末発のカラー液晶サブディスプレイを搭載、また i モードエンブレムは、端末色によってそれぞれデザインが異なる。赤外線通信には、新たに、 リモコン機能が搭載され、それにリモコン用 i ア,アプリも搭載された。売れ筋の n 5 9 c シリーズに待望のカメラがつき、人気が非常に高かったモデルである。N504IC は本機をベースにフェリカを搭載した試作機である。SO504IC とともに i モードフェリカプレビューサービスというフィールド実験として利用された。ただし、 ムーバにおいてこれ以降に NEC がフェリカ搭載機種を発売することはなかった。ありがとうございます。